はい、どうもタンタンでございます。こちらキワヤさんですね。キワヤさんから、テナーサイズになります。こちらマホガニーボディの1本ですね。 KPT の 1ME というモデルなんですけれども、オールマホガニー単板のテナーサイズですね。フレットもかなりジャンボですし、芝幅も気持ち広い感じですね。でネックの裏のシェイプがね、ちょっとこうちょっと分かりづらいかもしれないですけど、ちょっとここの辺りが頂点があるっていう感じよりも平たい感じになってて、こう親指を後ろにこう置いた時なんかに非常にこう馴染むというか、そんな感じなので、こう多分ソロ弾きなんかをする人とか、あとまあ親指を常に後ろに当てていろんなポジションでね、こう弾きたいななんていう人には非常に使いやすい、扱いやすいネックになってるかなと思います。なんて言うんでしょうね、テナーサイズなんですけれども、こうあんまりこうどっしりした感じというかな、こう重たい感じの音ではなくて、テナーなんだけど非常に軽やかな音のする一本なんじゃないかなと思いますんで、そのあたりもこう一丁一丁かね、非常にくっきりと出てくれるので、そのあたりもソロ弾きメインの人なんかは非常に音も出しやすい、扱いやすいモデル一本になっているかなと思います、はい、軽く弾いても非常にしっかりと鳴ってくれるので、こう1本目のテナーっていうのももちろんいいですけれども、こうグレードアップしてね、こうテナーサイズ欲しいななんていう人、ちょっといいテナーが欲しいななんていう人にはぴったりな価格帯、弾きやすさのモデルなになってるんじゃないかなと思います。ということでこちら、キワヤさんですね。 KPT の 1ME というテナーサイズ、オールマホガニー単板の一本でございます。非常に仕上がりも綺麗な一本ですね。ぜひお問い合わせお待ちしております。それではタンタンでした。